皆さんこんにちは。上演台本演出の藤田貴博です。あんまり再演をしたいっていうふうに思う作品っていうのは、僕はかなり少ない方なんですけど、この作品に関しては初演の時から結構再演したいなっていうふうに思ってて、っていうのは、本当にいろんなジャンルの作家の皆さんが丁寧に関わってくれていて、あんまりなんかその僕の作品の中でもこういうふうにいろんな人が関わってる作品っていうのは珍しいので、再演したいなと思ってました。で、今回ツアーがあったり、最後がパリで公演したりするっていうのもあって、またかなり、テキストとか、そういうのもリニューアルしながら、ただ初演のトーンはこう守りながら作品を作っていきたいので、リハーサル自体も前回はやっぱり初演の、完成に向けてこぎつくので結構手一杯だったところが、その初演があるからその先の作業もできるっていうイメージで作ることができるので、それがすごい楽しみですね。やっぱりこれはなんかあんまり自分一人が作品を回してるっていう風にこの作品に関しては特に思わないというか、各部署、各々得意分野があって、その得意分野をこうみんなで持ち寄って一つの作品にこう到達させていくっていうイメージがあるので、なんかこう一つ一つの作業を僕はこう監修しながらそれをこう編集して一つにするっていう作業なので、なんかいわゆる演劇の作り方でこの作品をこう読み解けないっていうことがあって、本当に穂村さんに、寺山修司について語ってもらったり、短歌の会があったりとか、あとは又吉さんとは、コントの時間を作ったりとか、皆川さんとはもうお洋服のことを考えていくとか、なんかその、ジャンルの、作家たちとの作業を、こう、僕が見守ってるみたいな感じでもあるので、それが、今、もう多分全部書、全部入れ替えて、新しく入れ替えようとしてるから、それをみんな、おのおの考えてるっていう、そういう今段階です。要は、小捨てを街へ出ようでも、その、拝見詩集っていうカテゴリーがあって、そこではもう完全に寺山さんは書いてなくて、ただみんなの寺山さんに投書させたのか、届いたような詩を寺山さんがこう選んで編集してるだけのくだりがあるんだけど、なんかそれを、僕がこのチームで、できるならどういうことができるかなって思った時に、なんかみんなに詩を書かせるみたいなことじゃもちろんなくて、じゃなくてやっぱりこうみんなで同じ風景を見て、それで穂村さんのレクチャーの後に短歌を書いてみて、それが実際の上演台本にも使われるっていうことをやるっていうのが、なんかロジック的にもいいかなっていうふうに思ってて、だからなんか前回の初演の使い回しの短歌じゃなくて、今年またちゃんと作り直してそれを上演台本に組み込みたいなと思ってます。あともう一つ題詠っていうのも、題詠っていうのはお題の題に詠で、それでうさぎっていうお題と名前っていうお題で次の撮影までに宿題にして、それもこう取り入れようかな。その中には又吉さんの短歌も実はあるし、穂村さんの短歌もあるしみたいな感じで、だけどみんな匿名な感じで誰がどの短歌を作ったのかっていうのは分からない状態で、寺山修司さんはいろんな側面がある人で、どれが寺山修司かっていうとものすごく実態のつかめない人だなっていうふうに思うんだけど、でもそれこそが、彼の才能だし彼の魅力だなっていうのが思うので、なんかそこには嫉妬する部分がすごいあるなって思ってますね。やっぱり劇作家のとか演出家っていう分野ではなんていうか、あんまりそのこういう形での嫉妬をする人はいないんだけど、
やっぱりいろんなジャンルにこう手をつけていけた人で、そしてそのジャンル一つ一つがなかったら寺山さんが成立してないみたいな、あの寺山修司が寺山修司っていうブランドをこう立ち上げてるような、あのなんだろうな、人物ってなかなかやっぱりいないんじゃないかなって取り組んでみてますます思うので、もうかなり前の話になると思うんだけど、あの時代にそのことがを成立させてた彼って、ものすごくなんか未来の人みたいな感じだったんだと思うんですよね。だからそれが多分影響を受けてるんでしょうね。なんか僕もやっぱり演劇っていうジャンルにとどまらずっていうふうには、まあ、常に思ってるから、その点ではやっぱ寺山さんって、まあ、ただ本人がそこまで考えてたかわからないんですけど、自然とそうなってた感じも含めて寺山さんってなんか結構未来の人って感じがする人ですね。ここが結構寺山さんと似てるんじゃないかなって僕は思うんですけど、あんまりその新しい、まあ各ジャンル、いろんなジャンルがあって、いろんな表現のジャンルがあると思うんだけど、いろんな表現のジャンルの今一番新しいところを自分の作品に取り入れていくっていうのが結構僕はやってるなっていうふうに思ってるんですね。だからまあ本を読むとかも含めて、まあ映像を見るとかも含めて、多分そういうところをなんか意識的に自分の演劇にサンプリングしていくみたいなことが、多分寺山さんが言うコラージュと僕が言うサンプリングっていうのは意外と似てるんじゃないかなっていうふうにも思ってて、だからなんかこう取り入れ続けていくっていうことみたいなのはまあ、してますね、うん、多分各々3年経って、で3年間でまあずっとこのことを考えてきたわけではないと思うんだけど、考えてきたり、僕の作品をまた3年間見続けて、これがやりたい、あれがやりたいっていうのは多分出てきてると思うんですよ、ね、なのでやっぱり必然的に、まあ、こうしたいみたいな感じで意気込んでるわけじゃなくて、必然的にこう変更していかなきゃいけないところをこう組み替えていくということを、まあ、やろうとしてるので、やっぱり自然と新しい風景は見えてくるというか、新しいテイストになっていくんじゃないかなと思いますね。ただなんか前回の、バージョンをなんか大きく裏切った変更をしたいわけでは今回なくて、やっぱり舞台美術が銀色の世界だったりで、色をこう加えていくのはミナペルホネンだったりする、そういうこの作品を着想し始めた時のアイディアっていうのも大切にしていきたいなと思ってるんですけど、やっぱり村上虹郎だったところをひみくんがやるとか、やっぱり新しいモチーフはどんどん取り入れようとはしてるんだけど、ただなんだろうな、読み解き方みたいなこととか、僕が寺山さんをの作品を演出するならっていう、まあ、そのなんか基本的な温度みたいなのはまだ変わらず、まあ、あり続けてるから、まあ、初めて見る人ももう一回見る人もどちらも確実に楽しめる作品になるだろうなっていうふうには思ってます。東京芸術劇場シアターイーストでお待ちしています。